横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ15回戦の模様をお送りしてまいります。ベイスターズの先発は左の石田、対するスワローズの先発はエースの小川、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。まずは1回の表、トップバッターは中村。背番号52、第9、投げました、サークルチェンジ見送ってストライク。初球ストライクから投げました。2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク。投げました、ストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク。投げた、打った、流し打ち、ヒットになります。ボールは中継、中村いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。ファール、ベイスターズここはバントに警戒します。ベイスターズ内野陣はゲッツー体制。第3球を投げた、低めストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、おっとスリーバントだ、ピッチャーの左へ転がした、あっと送球それた、アウト、ランナー二塁に進みました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。第9、初球見送ってストライク、まずは決めてきました、肩越しにランナー見た。第2球投げた、直球ストライク、アウトコースへ、これで追い込みました。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げました、外角低め、空振り三振、バットが空を切りました。右バッターボックスは4番バレンティン、通算200号本塁打まであと5本としています。第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。セカンドランナーちらっと見た、同期は3球目投げました、打った、ショート真正面、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。スワローズ無得点で終了です。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは桑原。さあ、次の投球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク。投げました、ストライク。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、アルボール、カットボールはボール、慎重に攻めてきます。カウント2ボール2ストライクです。投げた、ボール、これはわずかに外れています。カウント3ボール2ストライクです。次が7球目投げた、見送ってフォアボール、フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第9投げた、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、アウト、ランナー二塁に進みました。スワローズ先制のピンチを迎えます。第9投げた、初球はストライク、1球目ストライクから見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目、見逃しの三振、バッターは4番筒香、怖いバッターが続きます。外を際どい、ボール、第2球投げました、危ない球、投げました、ボール、カウントは3ボールノーストライク。投球これから4球目、バッテリーここは勝負を避けました。第9投げました、ボール、投げました、ボール、カウントは2ボール、
肩越しにランナー見た。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。打っていい当たりだ。入るか入るか。ヒット。ボールは中継。ランナーギリでストップ。続いて一塁ランナーも今ホームイン。ベイスターズ2点入りました。2対0。バッターは6番ミネイ。第1球投げた。ストライク。まずは打ててきました。第2球投げた。ボール。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた。打った。痛烈な当たり。ワンバウンドヒットになる。センターからセカンドへ。ベイスターズリードを3点に広げます。3対0。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で梶谷投げました。ストレートはストライク。第2球打った。取って、これで3アウトチェンジ。1回が終了しまして3対0。スワローズ先制点を奪われています。2回の表3点を追いかけますスワローズの攻撃。トップバッターは雄平。投げました。初球サークルチェンジ、空振り。タイミング合いません。第2球投げました。またも空振り。第3球を投げました。外れた。ボール。カウントはワンボールツーストライクです。第4球を投げました。ボール。わずかに外れました。平行カウント。投球これから5球目。インコースいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。背番号39。投げた。ボール。これはわずかに外れています。第2球投げた。2球目空振り。第3球を投げた。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んでから投げた。ストレート。空振り三振。2者連続三振。第9投げた。決まった。ストライク。第2球打ちました。いい当たり。美優君ライナー破った。センター前ヒット。クリーンヒットです。大引き。ナイスバッティングです。右バッターボックスは8番畠山。背番号33。まずは一塁牽制。一塁タッチセーフ。変化球ストライク。インコースへ。初球空振りから完全に外れた。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。サークルチェンジ。空振り。第4球を投げました。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。ボールは中継。畠山いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球投げました。打ちました。1、2塁間へ。石川ボールを取る。石田取ってアウト。3アウトチェンジ。ランナー一塁二塁残塁。2回の表が終わって3対0。ベイスターズ3点リードは変わりません。2回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは倉本。決まった。ストライク。第2球2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。アウトの際どい球。ボール。わずかに外れました。カウントワンボールツーストライク。第4球を投げました。打った。鈍いゴロ。リベル掴んだ。サードから一塁送球アウト。9番
これでワンアウトランナーはありません。バッターはピッチャー石田。初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、投げた、ストライク、少し迷ったか。追い込んで投げた、一つ外した、ボール、大きく外れました。カウントワンボールツーストライク。投球これから4球目。三振。バッターはトップに帰って桑原、今日早くも2回目のバッターボックス。カットボールはボール、まずはインコース低め。第2球投げた、アウトロー空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目。打ちました、中村、余裕があります、取りました、これで3アウト。小川三者凡退に抑えています。2回が終了しまして3対0、ベイスターズスコアボードに0が入ります。スワローズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは中村、インコース低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、打った、石川下がっていった、これはヒットになります。中村ナイスバッティングです。バッターは2番大松、今日2度目のバッターボックス。ストライク、ファーストランナーをちらっと見て、投球これから2球目。空振り、追い込んでから第3球を打ちました、セカンドゴロ、ゲッツーになるか。セカンドから一塁送球、ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは3番山田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9球投げました、決まってストライク、少し迷ったか。第2球投げました、直球ストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、インロー、空振り三振、石田ナイスピッチング。バッターは4番バレンティン、通算200号本塁打まであと5本としています。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、ストライク。第3球を投げました、スローカーブ来たのでストライク。追い込んで第4球をインコース低め、空振り三振、石田三番がうなります。石田3番4番と連続三振で切り抜けています。3回の表が終わって3対0、ベイスターズ3点リードは。ベイスターズこの回は2番からの好打順、バッターはバントの名手石川、通算1000本安打まであと3本としています。投球これから2球目、ボール、外角高め、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、ストライク、伸びのあるストレート。追い込んでから第4球を投げた、打った、ライトへのフライだ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは頼れる助っ人ロペス。第1球投げた、初球から打ってった、ファール、投げた、見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。投げた、ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げました、インコース詰まらせた、フラフラッと上がった、掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスには筒香、最初のバッターボックスはフォアボール。さあ次の投球、投げました、直球見送ってストライク。さあツーストライクと追い込んだ、追い込んで投げました、一つ外してボール、カウントはワンボールツーストライクです。第4球を投げました、打ちました、一、二塁間への当たり、小川取ってアウト、スリーアウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております、横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、序盤終了、ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは雄平、投げました、サークル選手はストライク、タイミング合いません。1球目空振りから投げた、このボールも空振り、これで追い込みました。
第3球は空振り三振、バットアウト。石田3球で仕留めてみせました。バッターは6番リベロ。今日の第1打席はスイングアウト。投げた、打ちました。初球打ち1、2塁間ライナー破っていった。リベロいいバッティングを見せました。バッターバントの名手大引き。投げた、スローカーブ見送ってストライク。一塁へ牽制球を送ります。もう一度一塁牽制球です。第2球サークルチェンジ決まってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、サークルチェンジ、空振り三振。石田ナイスピッチング。第9投げた、サークルチェンジはボール。投げました、スライダー空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、まっすぐ空振り。ベイスターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次が5球目、流し打ち、ヒット、ボールは中継、リベロ三塁です。と畠山ナイスバッティングです。ピンチを広げています。第2球投げました、膝元、スライダーは外れてボール。これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライクです。投げました、打ちました、あっと引っ掛けた。宮崎ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ランナー一塁三塁残塁。4回の表が終わって3対0、ベイスターズ3点リードは変わりません。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは宮崎、投げた、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げた、フォーク決まってストライク。追い込んでから投げた、ボール、わずかに外れました。カウントワンボールツーストライク。第4球を投げた、アウトロー、空振り三振。まずは三振に切って取りました。投げた、初球決まってストライク。投球これから2球目、カットボールはボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、ボール、完全なボール球、カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは7番梶谷。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。初球を打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。小川三者凡退、無得点に抑えています。4回までが終了しまして3対0ベイスターズ。現在スワローズこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは中村、投げました、バッターの足元。第2球投げました、アウトロー、スローカーブ外れてボール、カウンター2ボール。投球は3球目、投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打った、石田取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番大松、これが3度目のバッターボックス。危ない球、第2球投げた、直球ストライク。第3球を投げた、リーハイ空振り、追い込んでいます。投球これから4球目、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球これから5球目、アウトコース低め、空振り三振。バッターは3番山田、ここまで2打席連続三振。第9投げた、ストレート見送ってストライク。第2球
投げました。ボール。カウントはワンボールワンストライクです。投球は3球目。投げました。スローカーはストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。ストライク。見逃し三振。最後は見逃し三振に倒れました。5回の表が終わって3対0、ベイスターズ依然3点リードしています。5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは倉本。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。さあ次の投球、投げました。打ちました。ライトへ持っていったヒット。倉本、いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー石田。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。投げました。あーっとショーフライになった。セカンド掴んだ。セカンドフォースアウト。送りバントは失敗に終わりました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球を打った。打球はセカンドの左。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。5回までが終了しまして3対0、ベイスターズ現在3点をリードしています。試合は後半6回に入ります。トップバッターはバレンティン。通算205本塁打まであと5本としています。今日はショートゴロと三振。投球これから2球目。ストライク。第3球を投げた。見送ってボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた。きた。右中間一投。マジで入った入った。ホームラン。第11号ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。石田打たれました。チームメイトが迎えます。バッターは5番雄平。ここまで2打席連続三振。第9投げた。初球見送ってストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目。アウトコース低め、外れてボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。低めのボール引っ掛けた。ロペスバックしていった。アルボール。投げた。低めの球見逃し三振。第9投げました。初球はストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから投げました。決まってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。見逃し三振。石田ナイスピッチング。バッターはバントの名手大引き。見送ってストライク。第2球投げました。直球決まってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。直球空振り三振。石田3球で仕留めてみせました。6回の表が終わって3対1、スワローズようやく1点を返しています。小川降板、右の山本、これが7試合目の登板。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。バッターはバントの名手石川。通算1000本安打まであと3本としています。第2球投げた。ツーシーム空振り。第3球打ちました。ライトへの打球ヒットになります。石川ナイスバッティングです。石川千本安打達成まであと2本となりました。第9投げた。アウトコース高めストライク。第2球投げた。外側決まってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球
外角高め、ストレートは外れてボール、カウントワンボールツーストライク。さあ4球目、外角低め、空振り三振。バッターは4番筒香、今日はフォアボールとファーストゴロ。ボール、第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、打った、強い当たり、ショート強襲。二塁送球、セカンドフォースアウト、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げました、初球空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、ストレートはボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、打ちました、ショートバウンド取った、山田うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております、横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、6回の裏が終わりました。西田降板、左のエスコバー、これが30試合目の登板。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは畠山、第1球投げました、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、今シーズン第3号ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ、初球を持っていかれました。今チームメイトが迎えます。代打は上田、第1球投げました、見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球、危ない球。第3球を投げました、インコース、ツーシームは外れてボール、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。次は4球目、投げた、打った、センターへの浅いフライになった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って中村、まっすぐ見送ってストライク。さあ次の投球、スライダーボール、インコース高め、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク、ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げた、外角低め、直球は外れてボール、これは完全なボール球、カウントはスリーボールワンストライク、見送ってストライク。投げた、スライダー外れてフォアボール、スワローズ代走投入です。山崎一塁に入りました、バッターは2番大松。第1球、直球見送ってストライク。第2球、投げた、空振り。第3球を投げた、インコース、空振り三振。大松、全くタイミングが合いません。第1球投げました、危ない球、ファーストランナーをちらっと見て一塁牽制、タッチセーフ、もう1回一塁へ牽制球。第2球、外角高め見送ってストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。エスコバー再三ランナーを牽制します、判定はアウト、刺されました。7回の表が終わって3対2、スワローズあと1点を追いかけます。山本降板、右の秋吉、これが21試合目の登板。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃、この回のトップバッターは峰井。1球目ストライクから投げました、高速スライダーはストライク。第3球は変化球、空振り三振、秋吉見事なピッチングです。左バッターボックスは7番梶谷、今日はセカンドライナーとファーストフライ。第2球投げました、ストライク、少し迷ったか。投げました、アウトロー際どい球、ボール、わずかに外れました、カウンターツーボールワンストライクです。
投げました。打ちました。フラフラっと上がった打球はピッチャーフライ。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番倉本。ボール、これはわずかに外れています。投げた。ストレートはボール、インコースへ、わずかに外れました。カウントは2ボール。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。打ちました。フラフラッと上がった。掴んで、これで3アウトになります。秋吉3人でピシャリと抑えています。7回までが終了しまして3対2ベイスターズ。ラッキーセブンは無得点で終わり。エスコバー降板、右の山崎、これが25試合目の登板。スワローズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは山田、ここまで3打席連続三振。投げた。ストレート決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。完全に外れた。ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。外のボール引っ掛けた。フラフラッと上がった。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番バレンティン。投げました。初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球ボール、これはわずかに外れています。カウントは1ボール1ストライクです。外角低め、見送ってストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。これは引っ掛けた。宮崎、ボールを取る。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番雄平、今日はここまで3打数ノーヒット3三振。第2球投げました。バッターの足元。第3球、3球目ストライク。次は4球目、投げました。4球目空振り。第5球投げた。高速シンカーはボール、アウトコース高め。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げた。内角低め、空振り三振。スワローズ、この回クリーンナップもあっさり三者凡退。8回の表が終わって3対2ベイスターズ、1点リードは変わりません。秋吉降板、ベテラン近藤、今日4番手としてマウンドに上がります。バッターは代打荒波。第9ストライク。第2球投げた。レッダー流し打ち、レフトの左、ヒット。バッターランナー一塁、先発決定、二塁へ。荒波ツーベース。打順をトップに帰って桑原、第9投げた。見送ってストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、打った当たりはボールはライナーに右中間へ、これはヒットになります。ボールが点々と転がっている。ボールは中継へ。ベイスターズ1点入りました。4対バッターは2番石川、今日4度目のバッターボックス。投げた。アウトコース高め、サークルチェンジ外れてボール。第2球投げました。ボール、内角低め、カウンター2ボール。投げました。決まった。ストライク。セカンドランナーちらっと見た。投げました。打った。取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました。ストライク。肩越しにランナー見た。打った。センターへの打球、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました。ボール、
投げた。ストレートに送ってストライク。投球は3球目。投げた。危ない球。セカンドランナーちらっと見た。投球これから4球目。打ちました。痛烈。伸びた。伸びていった。レフト見上げた。ホームラン。第25号ツーランホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。出ました、このパフォーマンス。バッターは5番宮崎。今日2打点を挙げています。第9投げた。見送ってストライク。第2球。2球目ストライク。もう追い込んでいます。追い込んで投げた。ストレート、空振り三振。宮崎全くタイミングが合いません。8回の裏が終わりまして6対2ベイスターズリードを4点としています。山崎降板。右の平田今日4人目のピッチャーとして登板です。さあいよいよ最終回。トップバッターはリベロ。スライダーはボール。これは外れます。第2球アウトコース低めいっぱい。ストライク。第3球を投げた。3球目空振り。タイミング合いません。次は4球目。投げました。打ちました。ピッチャー返し。そして今拾い直した。一塁はセーフ。バッターバントの名手大引き。今日はここまで3打数1安打2三振。第2球ストライク。投球はこれから3球目。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。ライト前に出る。ライト取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第9投げました。ストライク。少し迷ったか。第2球投げました。見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球は外れた。ボール。カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げました。ボール。完全なボール球。カウントはスリーボールワンストライク。第5球投げた。空振り。タイミング合いません。第6球は打った。ライトへ行った。ヒット。ボールは中継。畠山いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。このチャンスは何とかものにしたい。第9初球打った。打球は右中間に上がっている。ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。スワローズ点差を3点に縮めました。上田タイムリーツーベースヒット。ベイスターズなおもピンチが続きます。立花ここは踏ん張れませんでした。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして西田。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第2球投げた。打ちました。ライト線に打球が飛んでいますが掴んだ。畠山スタートを切った。西田ライトへの犠牲フライ。スワローズ点差を2点に縮めました。ピンチヒッターは荒木に代わりまして、荒木背番号。第9投げた。初球空振り。セカンド牽制。二塁タッチセーフ。第2球外角高め外れてボール。カウントワンボールワンストライク。投球はこれから3球目。決まってストライク。さあ次の1球が最後となるか。
二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ。アウトコース高め、空振り三振。ベイスターズ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6-4、ベイスターズ2点差で勝ちました。勝利投手は石田、対戦投手は小川、そして西武は橘。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。